はい、どうも、タロチョウチョウの時間ですよ。今日はですね、ちょいとありましてじゃないんですよ。ゲロに帰る途中の乗り換えでございます。那覇空港でございます。ちょうどいい隙間、これ前回もここの隙間でやったんじゃないかな。ちょうどいい隙間見つけたっていうかね、このありますんで撮影しておりますけれども、今から、どこかね、ピンときたところで、もう2件は行ってますからね。動画撮らせてもらってますか、前回で、去年か。で、今回違う店でなるべくね、狙っていきたいなと思ってます。ハンバーガーとかもあるしな、まあまだ決めてないけど、ちょっとビビッときたところに行って美味しくいただいていきたいと思います。今日もめちゃめちゃ楽しみです。行ってきます。
こちら蕎麦湯ですね。はい、ありがとうございます。残すだしですね。はい、ありがとうございます。では、シャドウガリコさんに。あ、ごめんなさい。マラオアイス。はい、ということで行ってきました。ふるさと茶屋、ふるさと茶屋ソジボン、ソジボンさんね、今日僕が食べたのは何でしたっけ、カツ丼と選べるそばのセットで冷やしなんかとろろとかかつお節とかいろんなの入った贅沢なやつ食べてきました。まあ、沖縄そばとかさ、そういうのはもちろんいいんですけども、今日はやっぱカツ丼食べたいなと、冷たいそば食べたいなというふうにピヨってなったんでね、まあそれはこれだというふうに決めてよかったですよ。で、思った以上に、予想以上に美味しかったな。いや、ほんとごめんなさい、ここまで来るとは思ってなかったんで、非常に美味しかった。カツ丼も味が濃くてね、味が濃くて美味しかったです。ちゃんと飛行機見ます。いいっすね。あ、ごめんなさい、もうしばらくしたら乗り換えて今から与論に出発帰ります。那覇空港の中のふるさと茶屋ソジボンさん、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。